さあ、ということで、今回もスマホ版にゃんこらい戦争、ホワカの方でやっていくわけなんですけれども、いや、だいぶね、胃の調子は戻ってきたんですけれども、ちょっと調子悪かった期間ね、全然食事取らなかったから、なんか食欲が全然湧かないっていうね、ちょっとどうしたらいいんだかわからない状態なんですけれども、ちょっとラーメン食べたいなとか思ったけど、なんか店の前行ったらなんかそこまで食欲湧かなかったから、引き返すっていうね、ちょっとよくわかんない行動しましたけれども、まあいや、早速本題に入りましょう。で、今回ですね、やっていく内容に、関してははいこちらちょっとだいぶ遅くなりましたけれども今回はこちらの大冒険少女館なんだっけ大冒険少女館を第3形態にさせていこうかなと思います。食欲よ戻れ。さあ、ということで、早速進化させていこうかなと思います。いや、このキャラクターに関してもですね、もうだいぶ前からね、もう進化させる言ってきたんですけども、そっからね、だいぶ時間たった。まあ、それからね、だいぶ時間経ちましたけれども、まあ、ようやく進化させていこうかなと思います。はい。他にもそう、進化させなくちゃいけないキャラクターがいっぱいあるんで、そう、動画でやりたいからね、もうそれまで進化させてないんで、まあ、それも近々やります。はい。じゃあもう早速ね、進化させようかなとは思うんですけれども、このキャラクターに関してはですね、黒い鉄拳に超ダメージを与え、必ずレッパーを放つっていう感じなんですけれども、第3形態になりますと、はいと、こんな感じでございます。伝説の冒険少女カンナということで、第3形態の進化で、レッパーが長く出るようになる。そして、さらに超獣特攻ですね。超獣特攻持ちでございます。そう、これのこれ、これ。そう、超獣特攻持ちが全然いないからさ、これでだいぶですね、まあ、変わってくれたらいいなとは思うんですけれども、まあ、最近、鳥獣でだいぶね、大苦戦してるんでね。まあ、これを機にだいぶ変わってくれればなとは思いますけれど。まあ、素材も余裕で足りますので、早速ですね、進化させていこうかなと思います。それでは早速行きましょう。行きまーす。はい。いやー、ようやくね、ほんと時間かかったよな。行きまーす。ドーンと。あー、だいぶ変わりましたね。いいよね。このカンナのこのビジュアルめちゃくちゃいいなってすごい思いますけれどもね。はい、ということで、進化させました。なんかすごい、下の金貨に目がいっちゃうんだけど、なんだろうね。と金に目がくらんでるのかな。ちょっとダメだね。汚いね、心がね。まあいいや。よし、じゃあ早速、使っていきましょうか。せっかくだったらね、なんか鳥獣が出てくるステージ使っていこうかなと思いますけれども。あー、まあいいや。その前にですね、マイロコーレ、下のテキストの方ですね、読んでいこうかなと思います。伝説的な功績を残しても、大好きな冒険はやめられない。あらゆる試練を乗り越えたことで、鳥獣特攻を得た。いいな。黒い敵に超ダメージを与え、必ずレッパーを放つ。遠方範囲。っていう感じでございます。そう、遠方範囲なんだよね。このキャラもなかなかちょっとね、使わなかったからね。まあ、感覚を取り戻すために、なんかステージの方で使っていこうかなと思いますけれども、なんかやってんかな?ちょうど、やってる。ちょうどやってたわ。オッケー。どっちやるか。いや、悩むな。じゃあ、まずはガープラ密林でウォーミングアップしましょう。そっからですね、進化のですね、二次重積やっていこうかなと思いますけれども。いや、どうだろう?いけるかな?まあ、いいや。じゃあ、とりあえずエリア10でいいかな。まあ、いいか。とりあえずエリア10でやってみましょう。編成はどうしようかな。前回クリア時にこれでやったの。これでいけたんだね。なるほどね。じゃあこの編成をちょっとベースにですね、いろいろ変えていきましょうか。どうしようかな。じゃあこの虫歯編成変えていきましょうか。はい。で、これでですね、先ほど進化させましたカンナの方ですね、ぶち込んでいこうかなと思いますけれども、レベル30でもいいかな。どうしようかな。レベル上げとくか。あ、いや、じゃあ、とりあえず、これで、一旦カンナですね、レベルの方を上げていきましょう。50レベルまで上げればいいか。じゃあ、とりあえず上げていきまーす。よーし、オッケー!ってことで、完了でございます。さあ、こっからでございますよ。使って参りましょうか。じゃあ、まずは、ウォーミングアップでございます。参りましょう。羊さあ、ということで、早速使って参りますか。どうしようかな。出すタイミングは何も考えてないんだけれども。いやー、どうだろうな。まあ、とりあえず、まずは調整していきましょうか。そっからだな、とりあえずはね。で、どうだ?まだ出てこないんか、鳥獣は。あー、なんだよ、出てきちゃったよ。ちょ、待って。早い。ちょっと待って、落ち着け。で、あとはなんか、怒りのブラック。
コリが出てくるんだっけ。多分そんな感じもするけど、どうしようかな。ちょっと待ってよ。今度はもう出すか、せっかくだから。じゃあ行きます。はい。よし、行け。あー、いいね。レッパ放ちましたね。あー、なるほどね。なるほどね。なんだろう。なんかよくわかんなかったわ。ちょっと待って、敵で全然さ。あー、なるほどね。なんかぶち込んだね。なるほどね。了解。ちょっとダメだな。なんかコメントがうまく出ないんだけど。もうこれで終わり？もしかして。嘘でしょ？これで終わり？なわけないよね。なわけないよね。まだなんかあるとは思うんですけれども。ないのこれ。嘘？ないの？これで終わりだろ？ちょっと、こんな、嘘、ちょっと、ぬるいぬるいぬるい。いや、マジか。あっさり終わっちゃったね。じゃあ、お次行きますか。次が本命でございます。そろそろね、ちょっと勝ちたいよ。ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。これじゃない。これでございますね。はい。いやー、どうだろう。あれから挑戦してないんだけどさ、大丈夫かないけるかな。まあ、とりあえず、編成はこれじゃなくて、できたらそうだね。あー、この辺を変えてみるか。これにあれじゃない？カンナぶち込めばいいんじゃない？どうしようかな。どの辺がいいかな。いや、ゼリーのところでいいか。これでどうだろう。ちょっとなんか適当すぎるかな。まあいいや、ちょっとこんなんでやってみましょうか。まあこれで負けると普通にね、トス力1000消えちゃうんですけれども。まあまだリーダーシップに余りがあるんでね。じゃあとりあえず、どんどん散財していきましょうか。じゃあとりあえず、行きましょう。アイテム使う。さあ、ということで、どうだろう、クリアできるかな。いやー、本当にこのステージそろそろ勝ちたいよね。マジで勝ちたいんだけれども、なかなかですね。いやー、どうだろう、編成がね、定まらないのよ、まだ。なかなかね、いい編成がちょっと思い浮かばないからな。まあいいや、とりあえず、カンナでだいぶ変わってくれたらいいんですけれどもね。でもどうだろう、この編成にカンナちょっと微妙なラインもありそうなところでもあるけれどもね。まあいいや、とりあえずそんなにお財布ダメなんかしなくても良さげだね。猫本使ってあるからだいぶお財布には余裕ありますけれども、まあもうちょいだな。1万2、3000ぐらいいったらちょっとそろそろね、いろいろ出してもいいんじゃないのかなというところはあるんですけれども、もうちょい。あ、待って、飛脚がだいぶ減ったな。だいぶ減りましたね。とりあえず待って、まだもうちょい引き伸ばしたいところでありますね。よし、オッケー。じゃあ、そろそろこっちもいろいろ出していきましょうかね。はい。カンナどうしようかな。カンナはどのラインから、じゃあもう出しちゃうか。はい。もうこれでいきましょう。いやー、ボス戦がめちゃくちゃ不安なのよ。もう本当に超獣のオンパレードだからね。いやー、どうだろう。できれば、勝って終わりにしたい。そして素材を手に入れたいよ。あの素材が手に入れば、ようやくですね、EX キャラクターもですね、もう進化させられるからね。よし、今のところは大丈夫そうだね。今のところで、ニャンコロこれでよかった？キャノンブレイクでよかったのかな？よし、いいぞ。まだ頑張れ、カンナ。まだいけるぞ。よし。オッケー。あ、でも待って。レッパ向こうの鳥。あれ、これ、こいつら全部さ、レッパ向こうなんだっけ？ちょっとその辺があれだけど。あー、全員あれか。いやー、でも一体タルタ。よし。あと残り2種類。よし。倒せ。よし。いいぞ。これは、誰の功績なんだろうね。どのキャラなんだろう。でも、どうなんだろう。いけそうじゃないこれ。なんか、あら、来た。あとはこの古代種の、こいつ待って、未だに名前がわかんねえんだけど、後で図鑑で確認するか。これね、あの、前回のさ、ゼロフィールドでもボコボコにされたんだけど、こいつの名前がちょっとね、ちょっとピンとこないんで、もう、レッパ向こうやめてもらいたいよね、マジで。ほんとに、いやー、あととりあえず、あー、ピオルつきましたね。あ、よし、来た。いけんじゃん。なんだよ、やったー。ようやくだよ。ようやく周回ができるようになるね、これでね。いやー、ちょっと自信ついたわ。よし、オッケー。よかった。やった。これさ、確定ドロップでいいよね。確定じゃなかったら鬼すぎよ、さすがに。さあ、どうでしょうか。あー、来ました。あー、よかった。いやー、やっとだわ。いや、よかったー。勝てたよ。さすがでございますね。いや、よかったー。いや、ダブルハッピーでございますね。カンナも進化させることもできたし、ステージもクリアできたしね。で、どうだろう、素材はどうなんだろうね。まだ、あれなのかな。あー、ちょっと待ってよ。素材に関しては、まだまだ結構使うんだね。うわー、なるほどね。じゃあ、まあ、あと、もう2回に関してはですね、ちょっとあの、収録外で待っとこうかなと思います。はい。で、最後にそう、あのね、敵の方を確認しようかなと思うんで、ちょっと一旦ね、図鑑の方で見ていこうかなと思います。
けれども、あ、そうか、こいつ見てないね、まだね。まあいいや。その前に、あ、これだ、これだ、そう、曲がる文字を、曲がる文字を。なるほどね。なるほど。結構こいつ苦手だわ。まあまた今後もね、多分ガンガン出てくるのかなと思うんで、まあ負けずに頑張っていこうかなと思います。はい、ということで、今回はですね、こちら、冒険少女カンナの方ですね、第3形態の方にさせまして、まあステージの方で軽く使ってみました。まあこのキャラのおかげなのかわからないんですけれども、まあ二次重積の方ですね、まあ、勝つことができたので、まあまた後でですね、まあ周回していこうかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。